1948年ロンドンオリンピックで最終聖火ランナーを務めるジョン・マーク・ジョン・マークはイギリスのアスリート。1948年ロンドンオリンピックにおいて聖火の転火を行ったことで知られる。クランリースクールで教育を受け、そこで陸上競技の才能を発揮した。その後はケンブリッジ大学へ進学した。ケンブリッジ在学時は著名な陸上選手やラグビーの フォワードであったが、怪我により、ブルーを得ることはできなかった。ケンブリッジ・ユニバーシティ・アスレチック・クラブの会長を務めた。1947年のトリ AAA において440ヤードに出場し4位となり、パリで行われる400メートルのイギリス代表に選出された。トリ AAA のリレー競技において2つの銀メダルを獲得している。1947年の終わり頃、 来たる、ロンドンオリンピックの400メートル層の候補者に残っており、この時の彼のオリンピック選手としての見た目が、開会式における聖火の点火者の選出につながった。1948年7月29日、ウェンブリースタジアムへ聖火を運び、特別にデザインされたボールへ点火を行った。オリンピック終了後は引退までハンプシャーのリスで GP として働き、 脳卒中により亡くなった。ありがとうございます。